外形加工。テープ幅やテープの当て方を変えることにより、あらゆる種類形状の外形部を研磨できます。テープによる研磨は鳴らい加工であるため、安価な構造、容易な調整で元の形状を崩すことなく粗さを向上できます。内径加工。特許取得済みである当社独自のテープ巻き取り方式により、ワーク内径を研磨します。対応可能な内径サイズは多工法では困難な π12mm からとなり、またテープ送りも可能なため、実現不可能と考えられていた小径ワークであっても均一な仕上がりを実現できます。球面加工。ワークを旋回させることにより、球面などの曲面にも対応できます。テープ自体は薄く柔らかいので、曲面であってもテープがワークに習うことにより全面を研磨できます。平面加工。粗さ向上だけでなく、平坦化や突起物の除去などにも多用されています。電子基板など濡らすことが不可能なワークであっても、テープを送りながら研磨することにより、研磨カスの巻き込みによる影響も軽減できます。ボールネジ、ナット。従来ボールネジは砥石研磨で終了しておりましたが、最終工程でテープによる研磨を用いることにより、さらなる高精度のボールネジ製作が可能です。異音や振動の低減にもつながります。クランク、カム。エンジン部品であるクランクシャフト、カムシャフトをテープにて加工することにより、表面形状、精度を向上させ、最適な粗さを得ることが可能です。また疲労強度、耐摩耗、耐熱などの機械的強度も向上し、燃費の性能をアップさせます。Thank you.